皆様、覚えてますでしょうか。もし、これでいいでしょう。やっぱコーディネートは、コーディネート。はい、今日久々のマリサ美容院です。本日のお客様、アイスおじさん。店長、ここは我々にお任せを。お、じゃあみんなの腕前がどれぐらい上がったか、拝見させてもらうわ。もう今時のイケイケヘアスタイルにしちゃいますよ。今はこの毛生えので髪伸ばし中。それ強力だから、使いすぎちゃダメよ。もう終わったんで大丈夫です。大谷、ワックスいらずか。まずね、カット入る前にいろいろ準備しないと。それにしても、変幻自在とはまさにこのことね。おっさんの気が高まっているだと。戦闘力7億。自分で測ったー。そして強いな、声かわいいな。店長、さっきから突っ込んで、一体何をしてるんですか？突っ込みだよ。霊夢、あれが店長のお仕事なの。へえ、そっか。やっぱ今時は派手な色にしないと。日本人だから黒髪とかは古いぜ。そうだそうだ。おめえら黒髪な。そしてこのおっさん、絶対外国の方だろ。サービス。てやねんかー。こらこら霊夢、追い出しちゃダメ。もう豊姫しか頼れないな。顔にかけるなら緑にしなさい。そうそう、お顔緑でシレック。ってお前もかー。ドライヤーマジック。虫ちゃん、これめっちゃイカすぜ。なんか動物園でこんな鳥見たことある気が。表情にご注目。唇くるくる。かっちょいいぜ。じゃあお客様、シャンプーしていきます。目に入るの怖い子供か。そしてシャンプーのタイミング。お買いにとこございますか？あ、チンチン。自分でかけー。かしこまりました。頭も了解すんな。薬残しがないように、しっかりお湯かけますね。顔が、これでやっとカットできますな。おいこらか若瀬や。マリサ店長、湿ってる方が切りやすいんです。あ、まあそういう人もいるわね。手羽に噛んだったら関係ないやんけ。だいぶさっぱりしたわね。あの、ちなみにどんな要望だったの？何でも日本のお坊さんに憧れて、丸坊主にしてほしいとのことでした。じゃあ伸ばしたり、染めたり、洗ったり。何のためにやったんじゃあ。遊び。お客様で遊ぶなてめえら。最後におしゃれにコーディネート。これは当店自慢のサービスです。まずはお帽子を帽子。坊さんに憧れてツルツルしたのにかぶすな。これが似合いそうね。おしゃれに伊達メガネも。あらなんて素敵なんでしょう。最高。もう勝手にやってろ。あとは小物でさらにおしゃれに。こういうとこに気を使えるか、使えないかなのよね。はいはい、かわいいかわいい。お花にもキュートアイテムを。これなんてどうかしら？赤じゃない方がいいかも。じゃあこれなんてどうかしら？最高。最高って最も高い、一番良いって意味だぞ。あとは女子力アップ、ヘアピン。髪に留めんかー。何地肌にペッチンしてるんだこら。あと2個ぐらいつけときましょ。ちょっとマジチョデリフ。うちの時代のギャルだ。あらら、もうスペースがないわね。はて、困った困った。じゃあラスト1個はおひげにと。はい、これで完成。最後に記念撮影して終了です。もう大満足。また来ます。くだー。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。